とここら辺側溝ですね、側溝もこっちまではやったんですけれど、ちょっとこっちまだ全然やってないんで、この先もまだ続いてるので、ちょっと昨日やったんですけどまだ全然進んでないんで、やっていこうと思います。はい、ちょっと発泡スチロールがかなりいっぱいあって散乱してますけど、なんか花咲いてますね。ここに側溝みたいなやつが隠れてるんです。で、これが穴ですね。あの通気口の。多分こういう形で蓋があって、でここ側溝ですね。ここから側溝。こういう感じで。こんな感じになってますね。
で、これ2つ穴があって、こっちの手前が多分下水ですね、あの納屋のお風呂の下水で、奥があの排水に通じてる方の穴だと思いますね。はい、これですね、納屋のお風呂、ちょっと今も木材入れちゃってるんですけど、でここの多分排水パイプがあって、ちょっとどこかわかんないです。でここからずっと向こうの排水溝まで、ここまでですね、通じてるんだと思います。でもう一つの方はちょっとどこから穴いってるのかわかんないですけど、こう来て、多分この納屋は経由しないかなと思うんで、ここら辺後ろ通っていくんだと思いますね。で後ろ通って、このパイプももしかしたらそういう排水用のパイプなのかもしれないですね。余り部品で、ここを通ってここまで来るんだと思います。で、あそこに見えますかね、これです、あそこまで通じるんだと思います。はい、こんな感じで終わりましたね。溜まってた水が流れました。で、そこは本当はこうずっと通じてるかなと思ったんですけど、ちょっとそこで終わってるので、とりあえずこの土ざらいは終わりですね。こんな感じで、はい。